はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーゼロワンデラックスオーソライズバスターです。はい、アサルトウルフの登場と同時に新武器も来ましたね。これは秘伝側のゼアが制作したアイテムで、本編ではゼロワンとバルカンがシェアしておりましたが、アックスモードからガンモードへ2モード変形。パーツ展開するとバッタがいてゼロワンっぽいんだけど、畳むとブルーカラーでバルカンっぽいんですよね。プログラズキーをセット&スキャンして10種類の必殺技を放て、プログラズキー連動してましたもんね。横にはシャイニングアサルトホッパーがアックス持ってて、反対側はアサルトウルフがガンと、後ろも同じような感じで、今後も2人で共有していく形かな。で、アックスモード、ガンモード、2モード変形プラスプログラズキーセットも可能な上に非接触も OK というの。さらにゼロワンドライバーと非接触連動、もはや最終武器のような豪華さですよね。ではレビューしましょう。初期パワーアップでこんなにごつめなアイテムが登場して、今後の武器展開どうなってくんだろう。結構箱も大きいんすよね。でかっ！やっぱ最終フォーム武器感あるよ。そこそこ重いし。え、こんな大きいんだ。で、この部分にプログラズキーが非接触で、こっちが物理的にはまる感じ。あー、すごいな。二つの連動があるわけね。でも変形は簡単そう。ん？アックス側が、あ、ここ珍しい。ここにロック解除ボタンがあって、バッタ明るいな。ここもネオンイエローだ。外箱よりめっちゃ発色いい。そしてやっぱおっきいよ。もう振り下げてドカーンみたいな。大ボリューム。中身はシンプルに武器のみで、オーソライズバスター本体だけですね。ではまず標準のオーソライズバスターガンモードで全体ぐるっと見回すとこうで、なんかすごいまとまりのある綺麗なデザインですよね。ここにはプログラズキーのスキャンエリアがありますから、この向きでスッと綺麗にはまるんですよ。逆に位置が違うとうまいことセットできないようになってて、正位置で初めてスッとはまると。このロックされるわけではありませんが、気持ちよさで、この部分に物理的にプログラズキーを差し込むことができて、ガシャッとね、アタッシュ系アイテムのように入るんだよな。で、ロック解除があって、スピーカー電源で、プログラズキーが入った時に、この辺の成形色のまとまりの良さよ。で、トリガーがあって、こことかもさ、アサルトウルフ的なブルーがありつつ、成形色でネオンイエローが入ってるんだよな。物理的なスロットとスキャンエリアの2モードで反応するっていうところがすごい。で、銃口のこの部分にロック解除ボタンがあって、ここにもロック解除ボタンがあるから、このガンモード、こういうような持ち方の状態からまっすぐにして、さらにロックボタンを押しながら展開することで、はい、あっアックスモードバッタが出てきた。これで近接武器形状に変形ですね。もはや本当最終フォームアイテム武器っぽいんだよな。裏側のメカメカしさはそのまま、正面にはバッタがね、こことかメタリックカラーで表現されて、ブレード部分に大きく映ってると。プログラズキーを横に置くと同じようなシルエットのバッタがここにいるんだよな。これもデザイン秀逸で、この状態でもスキャンエリアそのまま使えますし、横のギリ干渉しそうなブレード部分がプログラズキーを見事に干渉しないわけね。ここギリギリ。はい、プログラズキーセット状態の見た目はこうで、これでアックスとガンとサウンドが要は変わるわけですよね。ちなみにこういう特殊形状なシャイニングとかアサルトのプログラズキーもスキャンエリアはまりますし、スロットも問題なくいけますね。アサルトグリップがセットされた状態でも脱着問題なしだ。そして巨大武器っていうと、フルボトルバスターも似たようなシルエットでしたが、全長はやや短いとはいえ、大まかなボリューム感近いかな。はい、近接武器状態で比べるとさすがに全長短めですが、アタッシュカリバーからすると相当大きくなってますね。では電源オンしてサウンド。
オーソライズバスター。音量大きめで音声もクリア。まずは偏見を行きましょうか。ここ畳むと、ガンライズ。さらに展開すると、アックスライズで、ここのパーツ変形に反応してますね。はい、ガンでしょ？この状態好き。アックス。で、まずアックス状態でトリガーを引くと、ザンリギョン。一種類。重さもそこそこあるな。長押ししても、特に変わらず。そして変形して、ガンライズ、ガンモードでトリガー引くと、ジューリギョン。連射 OK ですが、長押ししても特に変化なしで、通常攻撃音は各1種類ですね。そして外箱に必殺技10種類と書いてありますが、アックスモード、ガンモード、それぞれ5種類で、まずはガンモード行きましょう。プログラミティは何でも OK で、スロットにセットしてバスターダスト。はい、待機音が鳴ってカチャッと。結構派手な音が鳴って、バスターダスト。次はスキャンエリアを使って、プログライズダスト。こうじゃなくて、こうね。バスターオーソライズ。プログライズダスト。このように、スキャンエリアと、ぶっつりセットで、サウンドが変わるし、待機音も変化するわけですよね。さらに、本編通りヒデンゼロワンドライバーとの連動も OK で、ここのスキャンエリア同士を近づけると、ちょっと、ゴーストドライバーっぽさありますよね。コート。ゼロワンオーソライズで、待機音がまた変わるんすよ。ゼロワンダスト。これが三つ目で、さらに四つ目は両方とも使う感じ。スロット側にセット。待機音中にスキャン側にスキャン。そしてプログライズバスターダスト。バスターダストとプログライズダストが合体しましたね。で、5種類目が01バスターダストで、スロット側にセットして、このスキャンエリアと、今度は、ヒデン01ドライバーを連動。待機音が変わったら、トリガーで01バスターダスト。はい、これが5種類の必殺技で、うまいことスロット側とスキャンエリアと01のスキャンエリアを使って、いろんな音声が鳴るわけですね。ちなみにスキャンエリアもちゃんと、こういう感じで、ちゃんとこの丸同士を合わせないと、スキャン反応しない感じですね。今度は、アックスにモードチェンジして、同じ手順で5種類鳴らしましょう。まずはアックスボンバー。待機音は共通ですね。バスターボンバー。プログライズボンバー。
秘伝ゼロワンドライバーとスキャンエリア連動で、ゼロワンオーソライズからゼロワンボンバー。スロットにセットからの、スキャンエリアで、プログライズバスターボンバー。最後は、スロットにセットして、絶妙に干渉しないんだな。この状態でベルト側のスキャンエリア。ゼロワンバスターボンパー。はい、もうほんといろんなサウンド入ってますね。なので細かい手順の違いで音声がどんどん変わっていくわけですけれども、もうそういうの気にせずに手持ちのプログラム機バンバンこう差し込んじゃって、もうスキャンしたりとか、割とこう、セリフが終わる前にスキャンとかスロットセットとか可能だから、もうセットして、セットして、必殺、ベルト側と連動みたいな、こういう、ザッザッとね、自分の思ったタイミングで、連動することができますから、そういうところもいいっすよね。変形すると待機音が途切れる感じだ。もうこっち、シャイニング、そしてアサルト、みたいなね。向きしっかりしないと反応しないのは素晴らしいと思う。これがね、この向きじゃないと、うん、ならないもんね。で、くらえで、攻撃みたいな。まあ、あとは、どうだろう。ここをセットして、で、パンチングコング。さらに、ヒデンゼロワンドライバー。こういうような、ありえないスキャン方法とかも OK と。いや、楽しい。でも欲を言えば、ここで、非接触で個別認識とかしてくれたら面白いんだけど、バイティングシャークとか。あくまでプログラムキーオン、オフみたいな、そういう認識のみだもんな。これが最終武器だと、ホッパーとか、シャークとか、アサルトとか、スコーピオンとか、そういうのがなりそうなもんだけど、そういうのはありませんね。本当にプログラムキーのオンオフと。うん。でもセットの感触とか、アタッシュ系の武器と同様で、すごい気持ちがいいな。これはいいアイテム。アックスのわかりやすいゼロワン武器っぽさもいいけど、やっぱバスターの両手持ち、攻撃武器みたいな。この重厚な見た目いいっすね。ただ発光とかはありませんからサウンドのみ。はい、ということで仮面ライダーバルカンとゼロワンの新フォーム関連武器のオーソライズバスターを紹介しました。アサルトグリップ同様にこちらもバルカンとゼロワンが共有して使うアイテムで、スキャンエリアとかスロットのアクションの仕方でほんといろんな必殺サウンドがなりましたね。ただ個別認識はありませんからどのキーをセットしてもサウンドは共通なんですけど、その分プログラムキーを現状そんなに持ってない方でも一通りのサウンドを楽しむことができますよね。でもまだ中間フォームでもないし、初期パワーアップでこんな豪華な武器が登場するとか、ゼロワンの今後の武器展開どうなるんでしょうね。以上仮面ライダーゼロワンデラックスオーソライズバスターの紹介でした。